七分子入場。こんにちは。同志社女子大学からやってまいりました、共演袖触れ花風子です。今回披露させていただくのは2021年度演舞要、テーマは白玉椿伝説です。願い事をすれば白玉椿が一夜で花開き、願いが成就したという伝説を花風子らしく演舞させていただきます。それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは参ります。月に村雲、花に風、そして今宵再び花が咲く。
共演袖振り花節の皆さんでした。もう一度盛大な拍手でお送りください。ありがとうございました。華やかでございました。なんか若い人の歌声って感動しますね。